関越部隊入場。山口勝久二等陸曹です。その右側の部隊は校舎学校、指揮官は第一教育部長西永正隆一等陸佐です。その右側の部隊は校舎共同隊、指揮官は校舎共同隊長平剛一等陸佐です。校舎共同隊の米下部隊を紹介します。本部管理中隊、指揮官は中隊長金井守一等陸尉です。本部管理中隊は千葉市四街道市における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は第一校舎中隊、指揮官は中隊長松田剛一等陸尉です。第一校舎中隊は立山市、鴨川市、南房総市、鋸南町における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は第二校舎中隊、指揮官は中隊長井上健一等陸尉です。第二校舎中隊は茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は第三校舎中隊、指揮官は中隊長遠藤勤三等陸佐です。第三校舎中隊は市原市における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は第四校舎中隊、指揮官は中隊長宮野隆一等陸尉です。第4校舎中隊は木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は第310校舎中隊、指揮官は中隊長杉久保博樹三等陸佐です。第310校舎中隊は勝浦市、いすみ市、大滝町、御宿町における災害派遣を担任しています。その右側の部隊は自衛官候補生教育隊、指揮官は教育隊長和田剛三等陸佐です。以上で共同隊の紹介を終わります。校舎共同隊の右側の部隊は第334校舎中隊、松戸駐屯地に本部を置く第二校舎特化軍の米下部隊です。指揮官は中隊長平野茂一等陸尉です。その右側の部隊は校舎教育直接支援中隊、朝霞駐屯地に本部を置く東部方面後方支援隊の米下部隊です。指揮官は中隊長関根秀幸一等陸尉です。一番右側の部隊は第301校舎直接支援中隊、第4直接支援小隊、朝霞駐屯地に本部を置く第301校舎直接支援中隊の米下部隊です。指揮官は小隊長斉藤和彦一等陸尉です。部隊整列休め。ただいまから下州駐屯地創設
69周年記念式典を挙行いたします。国旗入場。国旗が入場します。ご来場の皆様はご起立の上、舞台整列休め。舞台気をつけ。関越行進準備。関越行進の対象とれー。